今回は、あのー、私の方でちょっと、茅ヶ崎に斉藤哲也さんをお呼びしまして、え茅ヶ崎のバーミカンというところで、えー、斉藤さんが、まあ、あの、企画編集されたこちらの哲学史入門、全3巻の、えぇ、ー、まあ、読書会というか、著者をお招きしての読書会というのをやろうと思ってるんですけど、その、 あの、まあ、事前のちょっと、プロモーション用というわけじゃないんですけど、そういう動画を <laughs> 撮ろうと思いました。あの、斎藤さんのことは、ま、割とご存知の方も、結構ね、人文書、それこそなんか本好きの方は大体ご存知かと思うんですけど、あの、人文ライターという肩書きで、あのー、最近は出てらっしゃることが多いかなと思うんですけど、はい、ええー、 お仕事としては、あのー、まあ、ご自分の単調もあるけれど、いろんな方の本作りを、なんていうか、企画編集とか、お手伝いしたりとか、そういうことがメインなんですかね。そう、そうですね。あのー、まあ、いろんな人文系、まあ、あと教、教養周りの、 方々の最近は編集というよりはラ,ライティングのお手伝いという方が増えているかなという状況です、はいうん。それで、まあ、あの、どんな人なのかなみたいなところを最初に知ってもらうのがいいかなと思ったんですけど、その斎藤さんはもともとその、まあ、この哲学 系の本を最近よく出されてるなという印象を受けるんですけど、そのご自分のその興味としては、やっぱり哲学っていうのが、にあるという感じーん、まあ、どうなんでしょう、もちろん哲学家を出たから、哲学の周りのことに関して、感は聞くんですけれど。 興味関心って意味で言うと、そそあのー、いわゆるそういうて哲学科で学ぶようなことの,のみならず、まあ思想、<ー>思想全般結構どこ,どこにでもちょっと関心はあるなという感じはしますね。うん、えっとい、ちょっと待ってください。すいません。ちょっと今あの、ネットの調子が悪いのであのて切り替えました。 あ,あの、えっと、今、哲学って話で、哲学家を出たっていうことを言われたんですけど、はい。まあ、あの、斉藤さん、1971年生まれで、僕、72年生まれなんで、あの、ええ。学年もしかしたら一緒かなあの、<い>何月まで ?7 月なんですけど、一浪一流してるんですよね。うん、ええ。あ、でも、なるほどあの、とりあえず、小学校とか、はい <laughs> 同じぐらいなた感じですか同じ学年ですか、えーうん、それで、えっ、ー、と、東京大学の文学部哲学科を出られたって書いてあるんですけど、はい、あれですか、あのそれこそ、中学、高校の頃からそういう哲学とか興味あったんですかうーん、いというわけでもないですね。あのー、哲学みたいなものに本当に触れたのって、たぶ、うん、 浪人時代だと思うんですよね。あそうなんだ。へえ。はい。それは何ですかな悩みがあったりするんですか <laughs> いや、たまたまやっぱりそのな、悩みはどうなんでしょう。そんなに深い悩みを当時覚えてる記憶はないんだけれど、予備校の先生が結構授業の合間に、うん そういう話をポツポツするん、うん、してくださってたんですよね。えー、例えばなんかこ古文の先生なんかがじ、あの、その先生はね、聖戦女子大の国文学の先生なんですけれども、うん、えっと、なんか西田喜太郎の話とか、ハイデガーの話みたいなをポロっとするみたいなことがあったりして、えー うん、まあそれで、まあ、あと、あのー、英語の、英語で今、当時習っていたのが、今ね、活躍なさってる入,入藤元義さんっていう哲学者が、そうなんだ、すげえ。英語を教えていたりとかっていうので、<laughs> なんかそういうあたりから、少しずつ感化されていったっていうところが。めちゃくちゃ豪華な講師陣じゃないですか、<laughs> なんか知らんけど。 あなるほどでそれであの大学で哲学科っていうのは自分でその志望し,して,なんかてやっぱ哲学勉強したいなみたいな感じになだったんですかそうですね、あの僕のね東、東大の場合、3年生になるときに学科を選ぶわけですけれど、まあな、なんでしょう、と一番そこで <laughs> できる子っていうのは、駒場の教養学部っていうのをそのまま行 行くんですよねで駒場の教養っていうのがなんて当,当時で言うと、まあ、現,現代思想とか例えば哲学,哲学思想周りで現代思想みたいなことをえやるような人たちっていうのは、うん、駒場の教養学部、うん、表,彰表彰文化論とかに進んだりするわけですけれど <laughs> <laughs> ちょっと僕はそこまであだのもう普段のテンス 試験の点数も良くないし当時やっぱりんか現代思想みたいなものにはちょ,ちょっと距離を置いていたところもあって、うんうん、でまあでもあの哲学という学問にはすごく興味があったので、うん、じゃあ本,本郷の哲学科の方に行こうかなという感じでしたね。うん、ちなみになんかせ専攻っていうかその時けん研究というか。 テーマにしてたのはどういう哲学者とか、どの時代とかだったんですかああ、そうですね。哲学科で卒業論文を書いたのはホワイトヘッドっていうね、あの、名前だけは聞いたことない。イギリスの,、うん、のバートランド・ラステルの、ああまあなん、なんていうんですかね、その先輩というか推、推し小さん筋に当たるような、うん、そういう。分析哲学とかですか <laughs> こんな感じ。分析哲学。<laughs> 的なことを最初やってたんだけれど、かなり、あの、その後は。あの、お大きく芸風を変えて、な、なってますかね。あ,<ー>あのうう、宇宙論的な哲学、壮大な。哲学体系を作ったっていう。方ですね。じゃ、うん、あれですか。あの、斎藤さんの個人的な好みっていうか、なんか、割と、その。守備範囲の中心部分は、その英米系みたいな感じなんですかね。 どちらかというと,うといや、と思うと,というわけでもない,ないんですよね。うん、っていうのはあの、指導教官の先生は、えー、な指導教官の先生が、ま、なんていうんでしょう、かなり独特な方で、あんまり誰々のっていう感じの、うんえー、スタイルで哲学をしてないんですね。うん、でもう、ご自身の,あの問題意識に沿って、 えー、本を書くっていうようなスタイルの人だったので、<ー>なんかそういうところ、そういうところは結構やっぱり魅力に感じましたね。うん、じゃあまあそういう意味では、もうあまりその枠にとらわれずにい,いろいろ勉強してみようと,うと指導教官の先生の影響も。えー、えー、ええー。うん、はい。やっぱりなんかね、そうやってどど独自、 どうしても哲学家っていうと誰々のみたいな形とか、うん、まあ英米系とか大陸系とかっていう形になりがちですけど、なんかそうやってご自身の問題を追求しているような先生っていうのはやっぱり魅力,魅力を感じますね。なるほどね。で、あの、はい、卒業して学部卒でなんかすぐ社会人っていうか働き始めたみたいな感じなですかそうです。 はい、初めはですか、えー、あの初めからライター編集,編集ライター的な仕事だったんですかいや、全然、あの最初に、ね、入った会社は、い今で言う Z 会っていう。受験産業系ですか。受験産業系なんですけど、<あ>なんていうの、うん、通信添削の編集っていう、そういう仕事なんですよね、えー、そういうい仕事があるんですね。 そうなんです。まあ、しかも教、教科で入,入採用されるので、うんうん、国語小論文みたいな。あ<ー>なんか現代文の本とか、結構出してませんでしたっけ、斉藤さん。はい、そう、す現代文の話なんか、僕、あれ読んでもあのさっぱりわからなかったんですけど、いやいやいやこういう <laughs> こういう世界があるんだみたいな感じで。<laughs> それやっぱりその当時の、あれですね。 ああ、そう。貯金を使ってみたいなところですよね。そっか。で、僕、たまたまなんかちょこっとお手伝いさせていただいたのがね、こちらの元試験に出る哲学。いや、ちょ、ちょこっとじゃなくて、もう本当に大々的にご協力いただいて。え、いえいあの、まあ、東洋思想編ということで、まあ、この前に、 その、試験で哲学ってね、センター試験で西洋思想に入門するっていう本が出されて、はい、まあそのシリーズでこちら出されたっていうことなんですけど、はい。やっぱりその、なんていうか、受験に関わるそういう知見っていうか、そういうまあ、その、制作の問題作ってたとか、なんかそういうことも、やっぱり関係してるんですかね。えー、まあ、そうですよね、学校。 添作の問題作ったりとか、まあ、あと学習参考書を、<ー>が結構いろいろ集めたりとかっていうのは、<ー>社会人になってからもしていて、はい、で、まあまあそういう延長上で出てきたアイデアであることは確かですよね。あの、僕個人的にあの、中学高校なんか自由農理学園っていうところに行ってて、で、なんかそこだとなんか、なんていうかそういう、えー、 受験システム的なものに対するなんか、これは間違ってる的なな、な,なんかそういうのをずっと言われて続けてきたんで、まあ大学も一応あの、言<ー>ったけど、あの、推薦入試でなんか小論文と面接受けだったりしたんで、<laughs> それ受験的なことは僕全く通ってないんですよね。<laughs> ゼロなんですよ。えー、だからなんか全然知らない世界だから逆に面白いなと、ね。なるほど。だから、このなんか、あのね、あのー、センター試験の受験の うわこんな問題出るんだって、<laughs> すごい面白かったんですけどね。うん僕もそう、ね、そですね倫理実、倫理って科目自体は、自分はリアルタイムで受けてないんですよね。あ、そうですか。うん、ええー。あ、確かに。で、えー、うん、いや、多分ね、存在はもちろん知ってるんだけれど、多分うちの高校の教育システム上、倫理という科目を取らなくても済んだっていうことに。えー だと思うんです。なので、割と、もうあ、あの、試験に出る哲学シリーズっていうのは、まあ、その数年前ぐらいかな、高校倫理の教科書だとか、うん、参考書だとか、テストだとかって見てるうちに、な,な,なんかちょっとおかしな、 面白い世界がここにはなっていう感じでだからっていう意味で言うと <laughs> まああのり々に関してはそさ佐藤さんともそんなに触れた時期っていうのはそんなに変わらないぐらい割と最近ですねあ。それでじゃあある意味その、まあ、サラリーマンをや,やられていてそれであのなんか僕は斉藤さんの名前最初に知ったのってあの,あの文化系。 トー,ートークラジオ。ライフって。あれをなんかあの、えー、よく深夜に聞いていて。はい。それでなんか、鈴木健介さんが確か、あのー、パーソナリティで。でなんかそうですねよ。よくゲストで、斎藤さん出てて、あ、斎藤さんって人いるんだって <laughs> <で>。って<ー>なんとなく聞いてたっていうのが最初なんですよね。あの時,の時はまだ、えー、あの、お勤めはされていたんですかいや、もうあの時はフリーランスになっていて、 で、まあ、フリーランスになってからもな、なんて言うんでしょう。ね、その、割とみん、みなで、でっち的なライター仕事っていうのは結構たくさんしてたんですけど、<ー>たまたま、なんか、え、当時エ、エキサイトブックスっていうサイまあ、エキサイトってね、サイトがあったじゃないですか。あ,ありましたね、昔ね。<laughs> ええ。はいはい、インターネットにありましたね。<laughs> <ン>昔は検索演じたポータルサイトみたいな感じでね。<laughs> そうそうそう。えー、なんかそこで、割と好きなことを書けるような場所があって、うん、でとな、若手、若手論客インタビューみたいなことをやらせてもらったんですよね。ああ、なるほど。えー、うん、もうだから、あれ、いつぐらいなんだろう。2000年代半、うん、半ば、 ぐらいですかね。あ、あの辺はまだ元気でしたね。その辺の、なんかいろんな、えー、会社があって、今みたいでもう、Google とかに石鹸されちゃう前なんで、なんかいろんな細かいのがたくさんあった時代ですね。すええー。それでまあね、鈴木健介さんだとか、なまあの、当時まだ、なんていう本を一冊か二冊ぐらい出したっていう時点の中島武さんだとか、うん、あと、 何人か、あまあ僕と同世代の北田明宏さんだとか、はいはい。っていう、結構、とあの、ョウインタビューしたのが結構いろんな人に目に留まったらしくて、<ー>その TBS の方にも呼ばれたり、ていう感じでしたね。そういう流れだったんですね。うん、ええ。まあそこからはもうない、なん、なんというか、あの、<laughs> それこそ、人文書で、割とそのなんか、啓蒙的っていうか、専門書というよりはなんか、一般の人にそういう専門的な知見を広めるような、そういうライター活動というか、そうですね。されてきた感じはい。なんかそ、そこはやっぱりあれですかね、あの、なんていうかその専、専門的な研究者と一般の人をつなげるみたいなところに自分の、なんていうか、 役割っていうか、立ち位置的なところはそういうところにあるっていう感じなんですかね。うんけっ、そうですね。やっぱりなんか、今振り返ってみると、そういう仕事が多かったし、うん、やっあのー、普通に読んだり、話聞くと難しいような議論を。うん あんまりなんていうのかな、その、単純にしすぎずにどうやって届けるかっていうところに、そ,それを工夫することによ、喜びを見出していくような、そういう感じは確かにありますね。それで今回の哲学史入門、この3冊で、まあ僕はもう一応3冊ざっと拝見したんだけど、はい、まあ一番やっぱり面白いというか、自分の興味に引っかかったのがこちらのね、第1巻の。 古代ギリシアからルネサンスなんですけど、えーはい、なんか読んでて思ったのが、あの、まあインタビュー形式じゃないですか、基本的に、さまざま、いろんな研究者の方とインタビュー形式で、えーはい、でも、斎藤さんのこれまでの手法で言えば、まあ聞き書きで、その人の、 その人の論っていう体裁で並べていくこともできたと思うんですよね。斎藤さんは全部バックにいるけど、それぞれの論法、はいはい、みたいな感じにすることもできたと思うんですけど、そこであえてインタビュー形式にしたっていうのは何かあるんですか、そうですね、要するにあれですよね、そのまあ、実際にはインタビューしてるけど、分分体裁自体はモノローグというか、 <laughs> モノローグとして書くこともできたんじゃないか、うん、っていうことですよね。そうそう,う、そういうことです。いはい。ええー。えっ、ー、とー、まあ、いくつかあるんですけど、やっぱりモノローグで、あのー、書くとなかなか脱線しにくいとか、横道にそれ、それにくい、やっぱり論理的な一貫性とか筋道みたいなものを、うん、まあ、書く方としても意識しちゃうし、うん えー、やっぱりその、その、話す先生としても、やっぱそ、そこに、ある、すごくやっぱりきっちりしたものをどうしても作ってしまって意識が働くと思うんですよ。ただ、うん、インタビューの場合だと、わとな、なん、なん、その辺は少し、あの、あ遊びが、うん、できる。対話することで、なんかまあ、そこであ,あ遊んでも、おかしく、 あの、読んでておかしくないみたいなところが出せるだろうな、ということが一つと、うん、あまあ、あと実際にこのインタビューしてる、はい、あの、中身っていうのは結構なん、なんていうんですかね、その、それぞれの方に論点をいくつか投げてるわけですけど、それが必ずしも連続してないから、はい、やっぱりその、モノローグだとそのき切り替え方って難しい。 となってしまうんですよね、うん、っていうあたりが、を考えて、インタビューの方が今後適切かなというような。うん、確かにそうですね。あの、インタビュー形式だからこそ通読できるっていうのは <laughs>、あったかもしれません。<laughs> ざーっとなんか通読して、ね、もちろん、いろいろその山あり谷ありではあるけど、ずっとなんかおしゃべり、そう,いうことラジオを聴いてるのに近いような感じで、ずっと、 ああ。それはすごくストレスない、すげえストレスのない読書ができるっていう感じではあました、ね、<laughs> ありがとう、ありがとうん。それで、まあちょっとああの話飛び飛びになるんですけど、先ほどその哲学だけじゃなくて思想全般みたいな話がありましたけど、はいはいえー 一般の人は、まあ僕も含めてなんですけど、あんまりその哲学とか思想とかって言われて、なんかどこにそのラインがあるのかってなんかようわからんっていうところも、あるような気がするんですよね。えー、それこそだから先ほど言ったその、東大だったのはね、あの、駒場のその、教養学部の表彰文化なんちゃらとか、そういうものと、うん、いわゆるその、大文字の哲学と、なんか、それなりになんかあれですか、あの、 微妙なラインみたいなものが、やっぱ存在するものなんですかね。ねうーん、やっぱり、ど、どうなんでしょうね。やっぱど、どどう定義するかって、被ってくるところも当然あるし、っていうことなんですけれど、やっぱなんか僕の感じだと、やっぱ思想だと、結構、なんて言ったのかな、その、 すごくしし主張が強く出てくるような、うん、かあの、ところであるような気がしますね。いや、もちろん哲学者に主張がないっていうことではない、ないんだけれど、なん、なんていうでしょう、その、げ現実生活と、現実生活とすごく結びついたような主張が強く出てくるのが、うん、思想、 なるほどね。なんかまあでも日本で例えばニーチェとかが授与されるのってどちらかというとなんかそういう強い主張に触れたいみたいな <laughs> とこもあったりするのかなっていう。いわゆるなんかそうですよね。だからやっぱニーチェって、うんえー、もちろんニーチェって哲学者ではあるんだけれど。うん それこそやっぱり哲学史の中ではすごくやっぱ異端な人物だし、どちらかというとやっぱ、は、は、それまでの哲学を全、まあ全、まあ全否定というか、本当に、あの、に喧嘩を売ってるような、そういうようなところで、ね、日、日自身はもともと文、文献学者。はい。です。 からね、やっぱりあのー、ちょっとやっぱりそういう意味でしやっぱ思想家と言っても全然違和感がない感じがしますよね。なんかね木田,木田はじめ先生でしたっけあの木田源先生。ええー、え。あの方もねあの反哲学入門とかってお話されていて。<laughs> なん<か>えー、えー、ええー、なんか割とそのニーチェがやっぱりそこでね。うんうんうん、なんかその日本だと逆にその反哲学入門。 哲学みみたたいいなななものの方が受けるんか哲学ってなんかすごくお勉強の世界で何、えー、か、えー、それに対するツッコミを入れる方が、まあ、まあ現代思想んかもそのツッコミの一つなのかもしれないですけど、うん、そっちの方が割と受け,、ね、受ける傾向はある気がしますねうん,うんやっぱりなんか非常に独特ですよねそのせ西洋の哲学 が考えてきた問題って別に,、ね、それに日本な,ならとも非,非西洋ですあんまり同じようなことを問題として捉えてき,き,きたような感じはしないし中国に西洋イ,、まあ、イ,イ,インドはインドで非常に面,面白い多分哲学的な施策ってあるけれどやっぱりっぱ西洋とは少し経路が違う感じが。 そうですね。ええー。あと、まあ、その辺のその、哲学のフレームの話で言うと、この哲学史入門の一番最初に出てくる能富先生は、割となんか世界哲学っていうのをすごくおっしゃっていて、はい、それで世界哲学史でしたっけね、えー、あの、ちくま新書のシリーズ、十何回のシリーズを、なんか、はい、あれも主催されてたりして、 なんか哲学ってことのフレーム自体をもっと広げていかなきゃいけないんじゃ、ええ、みいけないんじゃないかみたいな流れが一つあって。ええ。まあでも、その前、前段階として、まあじゃあこれまで哲学って言われてきたその枠っていう、どういうものなのかってことをすごくざっくり全体像をなんか割とそれ、しかもか面白く生き生きとっていうかね、なんか知るっていう意味ではすごく、うん、まあその哲学、世界哲学に移行する前史じゃないけど、 その,はその前のステップとしてやっぱりこういう本読んだ方がいいんじゃないかなっていう感じは僕はう受けた、ね、あそうですねやっぱりせあのもちろんやっぱり世界哲学っていう考え方は非常にこれが重要だと思うしやっぱり何か哲学イコール西洋哲学みたいなパラダイムってすごく強くあったわけですよね。なのであのそれに逆 世界哲学に逆をしたり、反抗したりするつもりは全く、全くないんですが、うん、と、とはいえな、な何て言うんでしょう、その、世界哲学の重要性を知るためにも、やっぱり、西洋哲学史って知っといた方がいい、うん、いいだろうし、その西洋哲学史自体も、な,なて言うんでしょう、あのー、入門書のレベルだと結構、球体依然とした説明、 みたいなものがあのまだ多かったりするので、まあ、それはそちらそちらでなんか更新していくことができるんじゃないのかなそ、うん、いうことです,、ね、そうですね。なんかちょっと思い出したのが、最近その、なんか歴史教育もなんか日本史、世界史じゃなくて、なんか歴史総合みたいになってるじゃないですか。そうですね、うん で、その歴史総合になる直前に、すごい世界史ブーム来てたんですよね、出版界で。ええー、ええー、だから、世界史っていうフレーム自体が、実はもう、これから、新しくなっていく段階で、なんか、うん、え、でも、哲学って、あ,あの、世界史って、そういえば何だったっけみたいなところで、みんななんか、それをなんか知りたちゃんと改,改めて確認したくなったみたいな流れがあったのかなっていう、今ふと思ったんですよね。えー そんなのがあったんで、うんうん、まあ、哲学に関しても、やっぱそういう意味で、まあ、その世界哲学って、まあでも言われても、あの、言うてもなんかちょっと、あのそう鼻的すぎてよくわかんない、漠然としてるところあると思うんですけど、うんうん、まあでもそっちの方に、まあ、今ね、やっぱグローバル化してるしな、世界もフ,フラット化してるんで、どうなったって、そう、どうしたってそういうふうに行くとは思うんだけど、まあ、その前段階としてやっぱり、はい えそういえばじゃあ哲学って何だったっけみたいな。<laughs> これまでのフレームをちゃんと確認しようっていうような、うんで、それをみんなある程度そういうのを知った上で先に進まなきゃみたいな意識はまあどっかであるんじゃないかなっていうことちょっと思いましたけどね。そうですね。うんうん <laughs> なんかやっぱりね、世界哲学自体が西洋哲学に対するア,アンチテーゼみたいなところで、 出てきているところがあるとすると、まあ、これは別に哲学だけじゃなくても、その批判している対象側のことがよくわからないと、その批判しているものの、うん、意義もよくわからないって、うん、結構たくさんあるじゃないですか、そういうのって。うん、なんか、かね、そういえば、うんはい、ういえばなんかあの、ギリシャ哲学について、なんか、あの、 ねやっぱり最近すごい,い哲学新入門の本を出した、あの、ネ,ネオ高等ユーミンさんがね、あの、はいはい、よく引用されてるの草壁先生、草壁クシス先生。えーえー、<laughs> あの方の本を僕もなんか影響を受けて買って、えー、わからないなに読んでたら、なんかやたらアートマンとか、インド哲学の用語がちょこちょこ出てきて、<laughs> あれこれどういう文脈で使ったるんだすごい頭の中でもいろいろクエスチョンばっかで。 出てきてしまったんだけど、でもそれについてはあまり <laughs> 説明されてなくて、これどう考えたらいいんだろうみたいな感じだったんですよね。<laughs> なるほど。うん。だからまあ、まあ、能富先生はそ,そういうのはないんだけど、でもまあなんかそういうギリシャ哲学っていうその西洋哲学のルーツのところのもう権威の人が、あえて世界, <laughs> 世界哲学とかって言い始めてるってめちゃ面白いなっていうか <laughs>、だからその、<laughs> それこそ、<laughs> その冷や飯食わされてた、いわゆるその中鋳鉄とか陰鉄の人が文句を言って、もっと世界哲学でやらなきゃいかんだろうみたいな言うならわかるけど、ギリシャ哲学の人がそれを言うっていうのはお面白いな、ね、ああ、そうですね。一番ね、が元祖というか、うん、そのスタート地点にあるところで、まあそれは本当にこ心強いところはありますよね、うん。まあただやっぱ現代思想とかになってくると、あんまその辺そもそも あの、関係あるのかっていう感じもしますけどね。西とか東とか。うん。<laughs> まあ、そうですね。ただ、あとは、え、え、何て言うんでしょう、その、我々も、ね、中国哲学とか、中国思想みたいなことを言うときに、ね、つ,ついついじゅ、あのー、初始百科の時代とか、あの辺までは、なんか、わかるけども、全然今の中国の、 思想状況がどうなってるかって、ほとんどやっぱり、実はでも、ほ,ほんとは今生きてるんだからそっちの方が大事じゃないかとも思うんだけど、なかなかアクセスできないし、うん。なんかその辺はやっぱ世界哲学みたいな枠組みがあると、あの、もう少しそこにアクセスする道を開けてくるんじゃないかなという。 当然、影響関係もねあるわけだし、うん、そうですね、うん、まあ、多少、その明末新章あたりのね、あのー、そういう、それこそイエズス会の宣教師とか、交流があった時代の中国哲学っていうかね、その辺の人たちは、ちょこちょことは紹介されてるけど、まあやっぱり数は少ないですよね。そうですよね <laughs> あと、やっぱり逆にね、その、それこそ、なんていうんでしょう、その、イエズス会の人たちの中、中国レポートみたいなものが <laughs> ヨーロッパに渡って、で、例えばライプニッツなんてすごいやっぱり中、中国に関心があったりするし、うん、当時の啓蒙思想家みたいなものにも少なからずやっぱり影響を与えてるっていうこともあるので、やっぱり世界哲学の一つの な,なんで、重要なところって、まあ、それぞれのちちローカリティみたいなものは大事にしつつも、その、こ交通を見ていくっていう。そうですね。ところは、やっぱり。それが重要ですよね。ええー。やっぱりじゅ、19世紀のね、哲学とかっていう意味と、どう考えてもやっぱり、イン、インドかぶれ的なね。<laughs> まあ、そうですよね。かインドから、インドの、から、翻訳で得た知識で、なんかい、異様に盛り上がって、 <laughs> <laughs> 何こいつら変に盛り上がってんだみたいな <laughs> <laughs> ところはあ、あるんで。まあだからそこで、ね、なんか誤解も含めた、なんか誤読から始まった哲学みたいな、<laughs> 新しいなんかその路線みたいのもあったりするんで、えええ。まあ面白いっちゅうが、てし <laughs> いなって感じはありますけどね。<laughs> ありますね。うん、ねまあですから、あの、 まあもう30分ぐらい話してるんであれですけど。まあそういういろいろな面白い、面白いトピックも他にもたくさんあると思うんですけど、そういうところにアクセスするためのね、基礎知識としてやっぱり、哲学新入門三参加するとする、ね、と、めちゃ面白いと思いますので。えー、ありがとうございます。<laughs> で、今回の一応あの、茅ヶ崎でのイベントでは、 あのー、まあ、三冊、あの、全部読めって言うとちょっとハードルが高いかなと思ったので、まあ、どれ、とにかくどれか一冊読んでくださいみたいな感じで、あの、ええ、参加される方には、あの、お願いしてるんですけどね。ですんで、のはいはい、どこから、あの、斎藤さんに質問が飛んでくるかわからないんですけど、その辺はちょっと私もフォローしますので、<laughs> <laughs> よろしくお願いします。わ、はい、かりました。はい。どんな話になるんだか。そうですね。ちょっとわかんないですけど、ね<え>。あのー、まあ、とにかく、 あの、まあ、茅ヶ崎に一回ご招待したかったっていうのもありますので。ああ、本当ね、はい、もう私の、なんていう、ね、あの大好きなサザンの聖地でもあるしそ。それも聞きたかったんですけど、なんか僕らの同時代ってどちらかっていうとそのなんかイカスバンド天国とかインディーズブームとかがあったんで、<ー>なんかサザンみたいな、ええ、ああいうなんかメジャーどころの そのでかい事務所がバックについてるような、あのあ,あいうポップス寄りのロックに対して、なんかななんかなんかかあんなのはちょっと違うぜみたいな、僕な,僕なんか結構あったんですね。うんうん、ええだから、割となんかサタンみたいのは、初めはバカにしてて。 だんだん大人になってくると、あやっぱりシューマーっていいな、みたいな。<laughs> あと、なんか、ま、サザンのバックグラウンドにあるさまざまなその音楽的な素養とかを勉強し,していくと、あやっぱりそんな馬鹿にできんっていうようなところで、だんだんまた好きになるっていう流れがあったと思うんですけど、えー、あ,あのー、斎藤さんの場合はど、どういう、あのー、ルートで、なんかサザンが好きになったりっていうのあるんですかいや、もうすごい黒をくもともと、本当は、あの、まあ、まあ、別に黒歴史ではないんだけど、うんえー それまで、割と高校時代とかは、長渕剛とかが好きだったんですね長渕ね。うん。ええー、まあ、当時やっぱり結構、長渕剛の、なんてうでしょう、黄金期と言ってもいい。まあ、確かにそうですい、ね。ど、黄金とかね。<laughs> <laughs> そ,うそうそうそう、あの、ろくなもんじゃねえとか、なんか、でもやっぱりなんか、 えっとね、それこそやっぱり大学入るか入らないかぐらいかの時あたりから <laughs> なんかその <laughs> サザンとか、まあ、桑田佳祐ってな何言ってるかわ,わ,わからないですかその聞くだけであだと当時特に、うん、ね、うん、なんかそ,こそっちの方がなんかそこになんか面白さを感じて、うんうん で、やっぱり歌詞とか見るとすごいな、当時としてはやっぱり異様に韻をすごく踏ん,んでるし、あとなんかその日本語と英単語の掛け言葉みたいなことをすごくたくさんや,やるし、なんかそ,そこがやっぱすごい面白かったんですよね。で、なんかあんまり意味,意味にとらわれないことのな心地よさみたいな。 ことも当時感じていて。いつも意味について考えて,考えて、考えてばっかりいるから、なんかですかそれは大学とかでそこでグッとサザン、<laughs> サザンに展開したっていう。そうなんですね。じゃあ、わざとずっと古いファンっていうか、そういう感じなんですね。あの、一貫してずっと好きっていう感じなん、ね、<laughs> そうですね。もう大学時代から一貫して好き、ね。そうなんですね。いそいんでしたね。ええ うん。で、やっぱりなんか、その、一貫して売れ続けてるじゃないですか。あそうですね。サザオブ・スターズって、うんうんで。で、でもなんかその、桑田佳介は桑田佳介でその、なんていうのかな、その、いや、自分の好きなことをやってる感じっていうのもあって、うん、なんか好きなことやりながらあんだけ、 ずっと出し続けるっていうところのなんかすごさというかね面白さっていうのもやっぱりずっと感じてきたし例えば斉藤さん僕あの渋谷のライブハウスかなんかであの斉藤さんが歌ってるのを見たことありますああありがとうございます清志郎のーーあの時は清志郎でしたっけね、うん、そうですねええーうん なんかね、渋川さんが、あの、奥様のね、しあの渋川栄子さんがベースをやってらして。はい。あ、すげえ、なんか熱い人だなと思って <laughs>、<laughs> あの、今、バンド活動はされてるんですかいや、今は全然してないですね。またなんかやりたいとは思うんですけどねあ。あの、ぜひ今度はバンドで、バンドで、あの、茅ヶ崎に来てください。<laughs> <laughs> ありがとうございます。あの,あの、企画しますよ。<laughs> 普通に、あの、<laughs> ライブバーとかライブハウスで。<laughs> いやー、楽しみだな、茅ヶ崎。それを、うん、まあ。いろいろなんか、あの、まあ、ぜひ、このこ、今回のことをまた機に、ちょくちょく湘南に来ていただければなと思ってます。ああ、ほんと、そうですよね。はい、最後に、その、えっと、 茅ヶ崎のカフェ,アンドカフェバーみかんで、あの11月16日にあ,のある読書会の参加する方に向けて何か一言いただければ幸いです。<laughs> そういうのが一番難しい。難しいですよね。<laughs> すいません。<laughs> いや、あのーなな、なんて言うんでしょう。私自身も別になん専門家ではない立場で、 えー、やっている、作っている本なので、その、まあ実際読書会だからといって、そう、なんか、小難しい話をするような場では、にはならないと思うんですよね。なので、あの、本当に気軽にいらしていただければ、あの、いいんじゃないかなと思います。で、まあまあ、ちょっとここが面白かったとか、ここはどういうことなのかみたいなことを。 う一つでも持ってきて何か言っていただけると、あの、嬉しいかなというふうに思うので、ぜひ皆さん、あの、関心がある人はいらしてください。はい。えありがとうございます。では、あの、当日また楽しみにしておりますので。はい。ありがとうございます、はいえ。じゃあまた当日はよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ失礼いたします、はい。今日はありがとうございました。はいはい あ,ありがとうございました。はい、失礼します、はい。失礼します。